てか勝さんと漬物。どこでもいいって。So how are you? Good. How are you? Good. Thank you. Can I already get you some drinks? What kind of beers do you have? On draft, I had Affliction Blonde, a white one. Yeah. IPA. Okay. Heineken, of course. Maybe white one. White one. Yeah. IPA. IPA. Yeah. Okay. Yes. Thank you.チラシ寿司あるよ。え？チラシ寿司いらんわ。まぶしい。とりあえずあれやろ。え、カツサンドある？カツサンド。とりあえずカツサンドなんやろ。すげえまぶしい。カツサンドどこや？いや。Ah, no, no. And that one, no, no. Uramaki Pon Pon yo. Uramaki. ここやん。カツサンドってあるやん。どれや。真ん中の一番上。あ、ほんまや。すごいな、こんな結構なスペースを入る。ジャパニーズミルクブレッドサンドイッチ。うん。ミルクってどういうことあるの？ミルクブレッドで、カツサンド、まあ、ミルクブレッドやもんな、あのなんか食パンの白いところだけやん。ああ、そういうことってことかな。そう、これビーガン用やな、チリエノキと、うん、違うか、テンペシイタケ、そうやな、これビーガン用やな、あ、ぷいって書いてある。うん、とんかつってポークネックなんやね。チキンかポークかしいたけか、まあ、ビーガンかエビフライか。エビフライじゃない。エビフライっつってもあれやで、なんか普段買ってるような普通のエビフライで、うん、なんかプリプリのやつちゃう。バーガー用のやつとかじゃないよ。それだったらもう普通にポークかチキンの、ね、うん。え、じゃあしん、まあ、ポークとエビフライにしよう。でもいいよ、食べたいんやろ、エビフライです。can we have エビフライカツ and ポークネック。
pork neck cutlet? Yeah. Perfect. Yes. Yeah. Thank you so Thank much. You. Thanks. Beers. Happy A. Yeah. And the white one. Thank there you, you go. Kanpai. Kanpai. うん、美味しいでございます。うん、美味しい。うん。では。うん。あ、なんかフルーティーやね。これは、うん、IPA は。これはもうずっと飲んでられるタイプのやつ。Want to cut to AB first? あ、いや。もう。Work. Thank you. Yeah, enjoy. Thank you. すごい漬物が乗ってなぜかカツサンドと漬物、うん、すごいねこれも美味しそうなエビも結局そのいつものほんまにエビフライがカットされてる、まあ、数は結構あるな、うん、カツも結構分厚くて美味しそうではいいただきますいただきますうん、キュウリのキュウちゃんがこんなおしゃれな出され方をしてますマジでキュウちゃんの味をまとめマウンティンキュウリキュウちゃん早いね、ほんでいただきますおいあ、もう凝ったどうどうん うん、あ、うまうん、うん、なんか思ったよりプリプリうん、うん、あのなんやあのエビちゃんのロッテリアのエビちゃんの CM のやつ食べたことないけど結構昔すぎて知らんエビちゃんがエビちゃん知ってる？エビハラ知ってるわエビちゃんが CM やってたやんなんかタレがさ甘辛いっていうかでパンがすごいなんかなんやろ柔らかいよね日本っぽいやつこのパン美味しいねうんあんまオランダで見ないパンだよね、うん、硬いのが多いなふわふわ食感のうんうん久しぶりにこういうなんか日本の美味しいカツサンド食べたなカツサンドが流行ってくれて嬉しいです流行ってるのか流行ってるやんこんなところどころで見ることないやろいやなかなか伝わらないかもしれないんですけどオランダってそんなおしゃれじゃないんですよ気取らないところなんですけどなんかすごいおしゃれななんかインスタに出てくるような人たちが集まっていてちょっと肩身が狭いです普通やなんかおしゃれな方々がオランダでその服売ってるんっていう感じの服をほらあの人とかすごいよどこで買うんかないやすごいっていうかさでも日本で売ったらすごいおしゃれみたいな感じやけどこっちでそうなんですね見て肌の露出が大きいやつとか着てる人多いやんうーん言うたら日本で言ったらパーティー服みたいなやつをさ、うん、そうっつってもたか家出えへんから知らんだけど出てるわ何か見て見てしんくんすごいなんか煙突が運ばれてるちょっとしんくん写して早くすごいよすごいほらなんか煙突が運ばれてますオンしてへん船ですごいね動いてるこんな環境ですすごいなあれビルの5階ぐらいの全然話変わるけど、うん、まあこれが1個オムライスだとするやん、うん、でやったらさまあ今どうかしないけどまあ俺は学生の頃だからみんなこっちからこう食べていく、うん、けどもオムライス屋さんでバイトした時に言ってたのはこっから食べていくのが正解や正解っていうか
ほんだったら、まあ、綺麗にこう、端っこまで卵は残って食べれるって言ったから、おそらくその食べ方と一緒かどうか分からへんけど。どういうことですか？いや、一緒思い出しただけ。これが。真ん中を食べると卵が残る。からやるから、こっちからさ、まあ、オムライスでこっちから食べてたらさ、うん、まあ、真ん中がさ、大きいから山になってるから、うん、卵は外れちゃうやんか。あー、なるほど。っていう意味では真ん中、真ん中っていうかここら辺からこうほじって端に行く方が正解っつうけど、なるほど。これを見て、まあなんやろ、こっちの方が正解なの、一番美味しい食べ方やん、なのかもしれんけどな。自由ですよね、皆さん。自由やけど。あのなんだっけ、ドルチェやったっけ、あのちっちゃい、あのあそこの近所の公園に来るさ、あの昨日もいたあのハグフレンチブルクの、あのなんか白黒のなんかダウン、あの子、あの人はドライフードは食べへんらしい。ダウン、あの人は食べへん、あの人、あの犬はアップ、イエーイ、寿司が大好物らしい。タッチそこまで行ったアウトです。なんかもうほんま一緒に、なんか私たちと一緒の食事をするのが好きなのよって言ってはったから、もうディナーは一緒に食べてはるんやろうな。すごいなと思って。好きなのもだけど、あげたからやったから、どうもそれは自分でも言ってはったけど、ちょっと甘やかしすぎた。寿司はスカイラーは食べんのって言うから、いや人間の食卓とうちは別にしてますって言って。鮭あげるのですら高くてもったいないと思っちゃうの。料理は全部もらってきとるよ。なんか一銭も払ってないの。そうやねんけど。まあ最初トレーニングの先生に週1回サーモンいいよって言われた時に、だからサーモンってそんなの週1回がそんな高いもんじゃないって言われてたもんね。ひどい話で。先生にもなんかあのなんかドライフードだけで食べないと食べさせたいみたいな、なんかスカイラが食べないっていう話をしたら、なんかそれは白ご飯を毎日あげてるようなもんや、なんかあなたは白いご飯を毎日それだけで食べるのかって言われて、まあそうやなと思う。好きになってきたな。スカイラーも行ってるやん。